今回ご紹介するのは上板町で活動する小学生バレーボールチームたかしフレンズの子どもたち。現6年生が引退し新チームとして指導開始。週4回元気に明るく練習を頑張っています。ちょうど取材したこの日は長年チームを引っ張ってきた6年生も練習に参加。後輩の指導と合わせてバレーを楽しんでいました。6年生が引退して現在たかしフレンズは部員が7名。チームは一緒にバレーを楽しくプレイするメンバーを募集しています。人数が少なくても選手の皆さんはバレーボールをやってきてよかったと口を揃えています。練習からそれが伝わってきました。さらにバレーボールの楽しさを
体験してほしいと、バレエをしたことがない子どもたちのために体験会を開く予定です。ここでバレーボールを始めて良かったと思うことを選手全員に聞いてみました。運動が苦手だったけど今は体力がついたことです。入って良かったことは何事にも全力で取り組めるようになったことです。良かったことはスポーツが好きでなかったのが好きになれたことです。入部して良かったことは団体競技で仲間と協力してプレーできるようになったことです。入って良かったことはもともと球技運動が苦手だったけど、バレーを通して球技運動が得意になったことです。あと愉快な友達に出会えて、この間で楽しい思い出がいっぱい作れたことです。入って良かったことは最初はスポーツが苦手だったけど、バレーのおかげでスポーツが得意になりました。それで新チームで準優勝することができました。入部して良かったことは運動が苦手だったけど、バレーを始めてスポーツが得意になりました。さらに6年生もどんなことを思っているのでしょうか。入部してよかったことは運動が少し得意になったことと、友達がたくさんできたことです。入部してよかったことは楽しいことができるようになって笑顔が増え、チームの仲間と協力しできるようになったことです。バレーに入ってよかったことは最後まで諦めないという気持ちが自分の中で作れて、友達との友情が深まり、今まで自分になかった集中できるものが作れたことです。入部してよかったことは運動や友達との関わりが少しもできるようになって、友達の絆が深まったことです。入部してよかったことは友達と交流が少なかったけど、タカシフレンズに入ってから友達と交流することが多くなったことです。引退した6年生も含めて全員がタカシフレンズに入って良かったと話してくれました。バレーの技術だけではなく、精神面での成長や友達とのかけがえのない思い出など、良かったことを挙げればキリがないぐらい充実していたそうです。現在チームはここから強いチームを作っていくために、アタックの強化、セッターの育成など課題はたくさんありますが、チーム一丸となって練習に取り組んでいます。
現5年生が6年生となってからどこまで実力をつけていくのか、非常に楽しみなチームです。この日最後の練習はゲーム練習。引退した6年生相手に新チームが挑みます。まだまだ連携がうまくいかないせいか、自ら失点を許してしまいます。しかし徐々に攻撃のリズムが良くなり、得点を重ねることに成功。今後のチーム作りに期待したいですね。まだまだ成長段階にある明石フレンズ、選手一人一人にこれからの目標を聞いてみました。今後の目標は中学生になってバレー部に入るので、ジャンピングサーブを打ってサービスエースを決めれるようになりたいです。今後の目標は中学校に行っても高志で教えてもらったことを忘れず、小学校の時よりも上手なプレーをできるようにすることです。今後の目標は中学校になっても小学校でできたことがもっとできるようになって、できないことでもチャレンジしてできるようにすることです。今後の目標は高志で教わったことを忘れずに、たくさんのことに挑戦していくことです。今後の目標は中学校に行って小学生よりもパワースパイカー、パワーサーブで諦めずにボールを追いかけることです。今後の目標は一つでもタイトルが多く取れるようにすることです。今後の目標はどんなチームにも笑顔と声は負けず、たくさんのタイトルが取れるようにすることです。今後の目標はどこのチームにも負けない元気で多くの大会でタイトルを取ることです。今後の目標は誰よりも大声を出して1点でも多く取れるようにすることです。新人生で準優勝が取れたから、勝ったチームには負けずに、負けたチームには勝てるように一つ一つの練習を頑張って、一つでも多くタイトルを残せるように頑張ります。
今後の目標は大会で一つでも多くタイトルを取ることと6年生の力になることです。今後の目標は新チームの力になれるようにサーブやレシーブを頑張りたいです。そしてたかしフレンズは現在部員を募集しています。さらに体験会も開催するので、興味を持たれた方はぜひ気軽に参加してみてはいかがでしょうか。きっとバレーボールが好きになるはず。以上、たかしフレンズでした。